はい、今日は10月3日、山形県庄内地方の小さな集落の神社に来ています。神社の境内にはいろんな種類の樹木が植わっていることが多いので、ちょっと見てみましょう。まあ、杉が多いですけど、中にはイチョウとか、正面に見える木は大きい大木ですね。ああ、これ、なんでしょう、カサカサ音してます。ケヤキですね。ケヤキの大木。はい、じゃあちょっと先に進んでみましょう。はい、これも樹皮は同じですけど、一見ケヤキに見えますが、ケヤキだね。あー、ケヤキの大木いっぱいだ。紅葉がこの辺り、ケヤキがまあ終わりつつあり、イチョウの木がありますね。イチョウはこれからでしょうかね。もう1週間から2週間、ね、紅葉を迎えそうです。いっぱいになってるね、銀杏。あ、銀杏になってるって、うん、どこだ。いっぱいなってるよ。あ、ほんとだ、大きな銀杏が見えます。ズーム見えますか。ここ、こんなのがね、たくさんなってますね。あ、落ちてる落ちてる。あ、いっぱい落ちてるよ。はい、銀杏です。はい、じゃあちょっとアップしてみましょう。ズーム。うわ、匂うね。動画では匂いは分かんないですけど、これとかこれとかこっちも、うわ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 、すごい銀杏の強烈な香りがしますね。はいはい、ここも大きな木、イチョウの大木です。あー、ここも銀杏すごいなってます。どれだ、ズズ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 ズ、あそこら辺か。うわ、たくさんなってます。イチョウの大木です。こういう神社の軒下とかね、あの蟻地獄があったりして面白いですよね。猿滑りですね。あれ、この木なんの木、ケヤキの木。そちらは、ああ、こぶし。はい、山形県鶴岡市、旧藤島町の藤島川です。先に見えるは鳥海山。今日は雲がかかっててね、鳥海山、よく見えませんけど、
出羽富士と呼ばれる鳥海山がね、ここから展望できます。はい、ここにね、クルミの木があります。で、地面を見てみるとクルミの実が落ちてますね。どこだっけかな、あ、これか。はい、これはヒメグルミ。鬼ぐるみとは形が違いますよね。あるある。よし、これとかこれとかこれか、あそこにもあるね。はいはいはい、よし。で、中の実がこんな形。ちょっとこれね、割ってみましょうか。よいしょ、当ててもらって、ちょっと踏みますよ。あ、出てきた。これは出てきました。こんな感じで、よいしょ、くるみの実が入ってます。ちょっとね、よし、これね、ちょっとね、よし、これね、